空中にドアみたいなのがある。ワンチャン石油とか出てくるかもしれんから、気づいた？気づいたけど木の上だから登ってこれない。これが先人の知恵なんですね。帰れよ帰れよ、朝になったって。もう燃えてる燃えてる燃えてる。炎の呼吸使えるんや、あいつ。マグマもっと掘ったら明るい。あ、マグマもっと掘ったら明るいんだ。怖っ。あーあーあー、ごめん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 、ちょっと待って、ちょっと待って。何をハードにしとけ。君のものが浮いてますね。オッケーオッケーオッケー、天才的。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ。ゼロから始めるマインドクラフトということで、全くマインドクラフトわかんない僕が覚えるまでの物語である。ババン。ということで、マインクラフトを友達に誘われたことをきっかけにダウンロードした羊飼い系。しかしここで重大な問題点が発覚する。今度ね、マインドクラフトハードコアっていうのがあるので、それをやるときにみんなの足を引っ張らないということが目的です。なのでみんな、あの、当日これやれあれやれって指示しても、あの、みんなに迷惑かかる可能性高いから、今のうちに指示中しといてくれ。頼んだ。指示中は今のうちにね、みんな頼んだぜ。指示中は今のうちという謎の言葉を残す羊飼い系。いきなりコラボ企画に参加するわけにもいかず、視聴者にすがるのだった。果たして無事マインクラフトの世界で生き残ることができるのだろうか。練習でハードコアやるとやばいよね多分。練習はハードにして、で、難易度をハードにしときゃいいんだ。チート難局か。チートしたい。ズルしたい。マインクラフトを舐め腐ってるとしか思えない低たらく。当然下調べはゼロである。困ったらチートすればいいよ、チート。よし、行くぞ。今回の企画はマインクラフト、ミリシラの羊飼い系が視聴者のコメントだけを頼りにハードモードの世界で生き抜くことでコラボ企画に耐えうる生存能力を身につけるといったものだ。視聴者にも当事者意識を植え付け、失敗したら人のせいにしようという姑息な作戦である。エリトラって何？あ、いいんじゃないですか？はいはいはい、なんか不気味なものが浮いてますね。あれ？ちょっと待って、動けません。あれ？なんで？なんでキーボードが反映されてない。バグを報告するか。早速全角入力のままキーボードを叩き続けるやらかし。先が思いやられる。あ、来た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 。動いた動いた。オッケーオッケーオッケー。天才です。ああ、ちょっと待ってちょっと待って、え、何これ。え何これ。ちょっと待って、え、なんで落とし穴あんの。え、ちょっと待って、ハードすぎこれ。え、ちょっと待って、どうしたらいいんだ。なぜかリスポン位置の一歩先がマグマだまりに。状況が理解できない初心者おじさんはひたすら混乱する。どうしようもなくなった羊飼い系。コメントの指示を頼りに一度マグマに押してリスポーンし直すことに。今のはみんななかったことにしよう。しれっとなかったことにする羊飼い系。コメントを頼りにまずは木材を集めるところから始めるのだった。これやな。もうちょっとおしっぱに根気よく。軽い命やったわ。ほんまやな。いやでもさ、あれさ、絶対引っかかるよね。100引っかかるよね、あの罠。マグマだまりに落ちたのはゲームのせいだと責任転換をし、プライドを守る羊飼い系。この配信では何かあればゲームや指示込みが悪いと冤罪が横行する配信だった。これでこの多分クラフトのところに木を入れることによって、はい、多くの元気、多くの板材っていうのができる。手に入れました。はいはい、ここまで順調です。で、こっからどうすんの？作業台作って、作業台どうやって作るの？これ？この棒作ればいいんじゃないの？あ、できる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 。棒作って、で、棒を装備すれば、ゼルダ的な考え方ではできる。あれ？本当にこいつ何にも知らないんだとコメント欄がようやく状況理解。知識によりリアルタイムに指示を出す介護師班とネット検索から情報を流すアレクサ班に分かれ、生存に向け動き始める。どいて、この辺りに設置するか。ほい、できたよ。作業台、作業台で右クリック。おお、
おお、かっこいい。なるほどね。これで初期装備を決めるってことね。少し勘違いをしているが、ようやく1回目のクラフトに、材料の少ないこのタイミングで何を作るかは重要なポイントである。あー、大体分かった。で、看板は作れますよと。看板いいじゃん。看板作るか、とりあえず。なぜか初クラフトに看板を選択。現時点で使い道がない看板をどのように使うのだろうか。看板作って、OK! できた。で、これで手に装備すればいいんだよな。ほい。で、ここが危ないから、看板、近づくな。危険だぞ。絶対近づくな。落下の恐怖のあまり、看板を設置する羊飼い系。しかし、看板の文字はあまりにもダチョウクラブなのであった。オッケー！完璧！何が完璧なのだろうかという問いにたどり着いていないのはこの時本人一人だけであった。木、これ作っとくか。これで木を作る。いいんじゃない？どうやら大変なことになってるらしいわ。オッケーオッケーオッケー。いいね、ナチュラルに重ねれたね。なんで看板で攻撃してんのこれ。左手には剣、右手には看板という謎の装備を装着。よし。あ、やばい、夜になる。看板を振り回しながら野原を駆け回る成人男性。倫理的に大きな問題を抱えながらマイクラの世界で最初の夜を迎える。マイクラの世界では夜になると多数のモンスターたちがスポーンし始める。多種多様なモンスターが存在する中で初心者が看板を片手に倒せる敵はゼロ。そこに待つのは敗北、ただそれだけであった。果たして羊飼い系は最初の夜を生き残ることはできるのだろうか。とりあえず6個くらいあればいける。あ、タリーセンだ。オッケーオッケーオッケー。泳ぐときはスペース長押し。オッケーオッケーオッケー。マグマがいい感じに明るくしてくれてる。あ、そうなの。これマグマで明るくなってるのね。で、ツルハシの方が大事。この木のツルハシね。オッケーオッケーオッケー。マグマもっと掘ったら明るい。あ、マグマもっと掘ったら明るいんだ。オッケーオッケーオッケー。ここやな。ここを掘る。掘る。おー、明るくなった。ほい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 。明るくなったよ。はは、怖っ。あーあーあー、ごめん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 、ちょっと待って、ちょっと待って、待って。やっぱりか。全指示中が予想した通りの結果となる。アイテムを全ロストしてまた資源集めから再開となる。一生できんせんやん。ちょ、もうなんだ、誰掘ったらもっと明るくなるって言ったやつ、マジで。もう、え、アイテムなんもない、アイテムなんもない。なぜ一番拾うべきでないコメントを拾うのかと、プロの指示中たちが羊飼い系に呆れる中、本人だけがプンス化するのであった。邪魔だな。早く夜開けんかな、これ。よいしょ。ほっ。ほっ。気を取り直してまた一から木材を集め始める。いいよいいよ。マグマが明るいおかげで何にも襲われないの強すぎ。おお。ほらほら、効いてんじゃん効いてんじゃん。マグマだまりの明るさでゾンビが発生せず無事夜を明かすことに成功。改めて作業に取り掛かる。ツルハシたちを作って、ほんで、あれにしようか。松明作ってみようか。あ、オッケーオッケーオッケー。ほら、看板あるから僕避けたよ、今これ。このさ、看板システムやっぱ大事だって。看板がまさかの活躍。介護師班は、埋めればええやん、という言葉を全員飲み込むのだった。ボードいいね。しからばのボード、多くのボード。板材めっちゃ使うやん。ちょっと待って。あ、なんか家具がいっぱいある。シカラバのフェンスゲート。あ、フェンス！フェンス！あ、一個しかないの？フェンス。フェンスと狂ったように連呼する羊飼い系。一体フェンスの何が心に刺さったのか、困惑する一同をよそに、斧の作成をそっちのけでフェンスをクラフトし始める。フェンス大事、フェンス大事。フェンス、オッケー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 。思考、思考、フェンス思考。事件は起こしちゃいけないもん。オッケーオッケー。
ね、BGM ほっこりするで。ほい。あれ？あ、ほい。よしよし、いいぞいいぞ。ほい。ほい。あ、やべ、足り、あ、でも。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ。ほら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 。これでもだいぶ事故死防げたでしょ。フェイスいらない。ちょっと待って。事故絶対起きんじゃん、これで。いい感じの意味の違いを感じる71度。価値観に大きな隔たりがあることを自覚し始める。焚き火もできるけど、焚き火はなんか足りんぽい。チェスト。あ、チェスト！ようやく必要性の高いアイテムのクラフトに着手し始める羊飼い系。とうとう俺にもチェストや。マイクラっぽくなってきた。置くか、チェスト。チェストマイクラっぽくなってきたよ。はい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 。危ないから。あ、穴埋めればいいんや、これで。ここで、置いて、ほい、埋まった！よし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 、天才。天才じゃない？来た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 。まさかの加熱式チェストの完成。マグマの熱気で常に高温高湿度を保つ保存に不向きなチェストが設置された。作れるよ。あ、やっぱ石か。みんなそんなに石が大事か。作業してる間にあっという間に2度目の夜が訪れる。あ、夜になった。で、石を探そうか。で、石は掘ればいいって言ったけど、ここ掘るとまたちょっとね、危ない箇所が増えるから、ちょっと離れたところ。初期位置の島は想像以上に小さく、素材集めに苦戦していた。初期位置近辺の探索が終わり、島の反対側の資源を集めに移動する羊飼い系。しかしそこにはマグマだまりの明かりが届かない土地であった。丸石、丸石ね。ちょっと反対側行こっか。なんか危なくないようなところを掘りたい。対岸の土地を掘り進める羊飼い系。しかし後方から近づく物音に全く気づかないのであった。うい。え、なに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 、ちょっと待って、ちょっと待って、え、え、なに、あ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 、溺れる、溺れる、溺れる。人生初のゾンビに動揺する羊飼い系。必死に初期位置に戻るのであった。待て、ちょっと待って、危ない危ない危ない。戻ろう戻ろう。襲ってきたのはゾンビの足であるドラウンド。ゾンビ来たら、これで、ここに落とせばいいから、なんかさっきのゾンビみたいなやつこっち来んから。作戦はこうだ。マグマだまりの対岸で発生したゾンビ。羊飼い系がおとりとなり、初期位置まで誘導し、ゾンビをマグマだまりに落とすという、陽動作戦を実行する。ゾンビ？どこ？ゾンビ？ゾンビ？あ、あいつ溺れてやがる！水中にいるゾンビを発見。え、ベーケ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 。お、来た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 。ゾンビを必死に煽る羊飼い系。争い合いは思考が同レベルでしか発生しないのだ。落ちろ。あ、危ない。落ちろ落ちろ落ちろ。あ、なんであいつ落ちる。あ、柵仕掛けだからや。まさかのフェンスがゾンビの落下を阻止。安全のために設置した柵により陽動作戦は失敗となった。柵仕掛けだからや。柵仕掛けるんじゃなかった。落ちろ。あ、自分が落ちた。マグマまで貫通してない落とし穴に落下。逃げ場を失った羊飼い系は一マスの中でゾンビと殴り合いの末敗北するのだった。まったくよ。何回こっち全滅すればいいね。おらおらおら、落ちた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 。おら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 、ベーケベーケベーケ。作戦通りだ。作戦とは何だったのか。コメント欄が呆れ返る中、一人煽り散らかす成人男性がいた。どうするこいつ、石でも投げ入れてやるか。ちょっとなんかそのあたりに石とか落ちないかな。上から殴れんから、これ。うれ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 、ベーケ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 。自分が有利になった途端、陰湿ないじめを思いつく羊飼い系。殴れ殴れ殴れ。あ、こっち見た。あ、危ない。あ、落ちた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 。ごめん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 って、ごめんって、ごめんって。絶対有利な状況からなぜかギリギリの戦いに。怖い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 よ怖いよ。果たして羊飼い系はマイクラの世界で無事生活することができるのだろうか。
さて、でかい大陸目指そう。あ、なんかある、なんかある、なんかある。なんかあるよ。来た。ワイのマインドクラフト始まる。取れるより階段上に。あ、そっか。あ、ちょっと、あ、溺れる。ちょっと待って。溺れる。航海士が必要やな。ダメだ、うちのパーティー波がいない。